皆さんこんこにちは田中雅です、えー、前回まで、えー、コンフォートゾーンやエフィカシーそしてスコこトマ減ラスについての仕組みを説明してきました。その中ではゴールを現状の外に設定しそのゴールを実現している自分の姿その自己イメージの臨場感を高めていくことで私たちのホメオスタシスが働く基準っていうのが変わり無意識が働いて そのための認識や方法が認識や行動が生まれてくるという話をしてきましたでその際に重要になるのがこのルータイスの i×v=r の公式最も臨場感の高いイメージ五感が私たちにとっての無意識のリアリティになるという公式でしたでここで、えー、ホメオスタシスの働き あるいは私たちの無意識が自己イメージを維持しようとする働きについて詳しく考えてみたいと思いますで私たちのこの R っていうのが無意識にとってのリアリティですけれども現状の外にゴールを設定しない限り基本的に自分の内側にあるリアリティ物事はこうあるべきだ あるいは自分は濃い人間だっていうそういう臨場感の高い映像の塊ですねそれと目の前の現実っていうのは基本的に一致していますその時にゴールを現状の外に設定するということはどういうことかというと目の前の現状現実とは異なる世界に対して臨場感を持ったイメージを作ろう とということになりますつまりゴールを設定しそこに対して臨場感を高めようとするアファメーションやビジュアライゼーションでそのゴールの世界ゴールのリアリティを高めようとすることは目の前の現実とつまり外側のリアリティと自分の内側にあるリアリティというものを乖離させるそこに一種の こういうの認知的不協和って言いますけど、そういう矛盾を生み出すこと、問題を生み出すことを指しています。で、この時に重要になってくる働きが、創造的無意識というのがあります。ルータイスの枠組みでは、私たちのマインドというのは、意識と無意識と、そして創造的無意識という3つの部分に分かれるというふうに考えています。これは実際に脳がそういうふうに分かれているわけではなくて、 働きとととしててそういうふういいに3つにつ分けて考えるる説明するということですこで私たちの重要性関数 P ブリーフシステムであったり自己イメージあるいは情動記憶そういうものは全て無意識にあの蓄えられているものですじゃあ想像的無意識は何かというとこの私たちの無意識にあるリアリティ であったり自己イメージと現実が一致しているようにする整合しているようにするそういうふうにする働きを創造的な,意識と言いますなのでもし例えば自分の部屋がものすごくきれいなのが自分らしいあるいは部屋がそうあるべきだと思っている人が何らかの影響で部屋が。 片付いていてなかったらそのの部屋に入ったらもすすごく違和感を感をじるわけですよねでこれは自分の内側のリアリティとしてはきっちり整頓された部屋っていうリアリティがある中で目の前に広がっている外側のリアリティは汚いあるいは雑然としているとなったときに内側と外側で矛盾が生じるわけです。でその時に その人はどうなるかというともうその状況に違和感を感じてどんどん掃除して元に戻していくわけですよね。できれいに整頓されると自分の内側の,そのきれいに整った部屋っていうリアリティと実際の目の前の部屋というのが一致した映像になるのでそこで私たちのストレスはなくなるでその整合化された状態を想像的無意識は維持しているということになります。 でも一方で想像的無意識にとっては内側に外側を合わせることというよりも内側と外側のリアリティが一致していれば特にストレスは感じないそれは問題とは見なさないんですね。なのでもし部屋が汚いと思って最初はストレスを感じ,たと感じていたとしてもその状況でずっと過ごしていけばどんどんその部屋の状態に慣れてしまうわけです。 そしてストレスを感じなくなる。っていうことはどういうことかというと。外側のリアリティに合わせて、私たちの内側のリアリティが変わってしまった。自分の部屋はその汚い状態が。普通だっていうリアリティに変わってしまう。なぜかというと、その両方が乖離している矛盾している状態というのは。私たちにとってはストレスだからなんですね。でこのストレスが認知的不協和とも呼ばれているわけです。 そうなると私たちはもし現状の外にゴールを設定して、まあ、内側のリアリティを現状の目の前の外側のリアリティよりも高い基準に置くことになるわけですけどその時にスストレスが生まれるわけですそしてじゃあどちらのリアリティが選ばれるかどちらの方に合わせるかというとそれはより臨場感の高い方に 一致させよううとととするということになりますなので何かゴールを現状の外に設定したとしてもそこのゴールを設定した後にしっかり自己イメージを高めていったりゴールの臨場感を高めていくということをしなければこのゴールの方が下げられる現状に戻ってしまうということになります。でもそのの時にしっかりゴールの 臨場感、つまり内側のリアリティの方をどんどん臨場感を高めていけば創造的無意識は目の前の外側のリアリティを修正して内側のリアリティと一致させようとするそれはまさにホメオスタシスでコンフォーゴール側のコンフォートゾーンに戻ろうとするっていうことの背景にあるメカニズムになっています。でこのストレスと言ったんですけど実はこのストレスっていうのが。 ちゃんとゴール側の臨場感が高いときに発揮されるのが想像力、クリエイティビティであったりモチベーション、それからエネルギーっていうものにとして使われるなので違和感、ストレスって聞くとすごいネガティブなものに見えるかもしれないですけどこれが私たちにとってのクリエイティビティを刺激しモチベーションを刺激しどん早く ゴールの方にに行きたいっていうエネルギーに使えるでそうでない場合はそのストレスこの2つの両者に生まれたテンションっていうのはクリエイティビティではなくて元に戻る例えば言い訳であったりそういうものに使われてしまうでこういうのを創造的回避クリエイティブ・アボイダンスっていう言い方をしますけどそっちに使われてしまう。 でも想像的無意識からするとどっちに一致しようが構わないですね。このエネルギーをどっちに使うかっていうのは一致してさえいればいいでそのどちらに一致させようとするかっていうのはあとはもう臨場感の勝負になってくるなので絶えず目の前の現状のリアリティ外側のリアリティよりも自分がこういうふうに。 なっていいいきたいという現状の外の外ゴールを設定しその臨場感を高めてしっかりリアリティを作っていく外側のリアリティよりも内側のリアリティを高めていくっていうことが必要になってきます。でそれを考えるとゴールを設定する際のルールとして私たちは現状の外でワントゥーであること心からやりたいことそしてバランスホイール 使ってバランスよくたくさんの分野にたくさんのゴールを設定していくという3つのルールがありますけれどもこの時にたたくくささんんのの分野にたくさんのゴールを設定すする方がが実はいいといととうことがわかりますなぜかというと何か一つの分野に対する現状の外のゴールを設定してもその周りにしか別の自己イメージは生まれないですよね。そうなると元の 目の前ののの前外側リリアリティの方が全然強いわけですでもゴールの世界にたくさんのゴールを設定しこうなりたいこういうふうなことをしていきたいっていうすればするほどですよねで大きくなったその世界でそしてそこの自己イメージっていうのを臨場感を高めることでかえって現状よりも ゴーーールののの世界の臨場感コンンフォートゾーンといいうのを高めていくことができるなので一つよりもできるだけたくさんゴールを設定しその臨場感を高めていくということがかえって私たちのクリエイティビティを刺激しそしてエネルギーを乱し無意識がゴールを達成していける方向にしっかりと私たちの可能性を引き出してくれるそういうふうになっている。 ということになりますでこの想像的無意識であったりこの i×v=r の公式の観点からコーチング全体を見てみるとまさにこの想像的無意識をいかにゴールを実現する方向に使っていくかそしてリアリティを置き換えていくかっていうところで全体がつながっているというふうに見ることもできますのでぜひ 全体を見直す中でそういう観点から見てみるのも新しい発見があると思います。